後ろにあるボディーボードでフロートを作りたいと思います。これはツイッターでフォローさせてもらってる方がボディーボードを使って自作でフロートを作られてて、すごい魅力的だったんですよね。で、このボディーボードでフロートを作る最大のメリットっていうのは移動が早い。ボディーボードの上で軽い休憩もできますし、機動性に収納力もついてたら結構最高じゃないですか。陸の移動を楽にするためにここにバーンってピンがつけれる。そしてやっぱ喉を渇くんですよね。ドリンクホルダーですね、もつけます。このボディーボードなんと中古で800円です。ブックオフに行くと夏終わったぐらいに海グッズってすごい売られるんですよね。ボディーボードだけじゃなくてフィンとかも結構出てます。ガルとかツサなどの有名メーカーも普通にあるので、予備のフィンが欲しければ多分ブックオフで本当数千円、2、3000円で買えちゃいますね。じゃあボディーボード、これは800円できる限り安いの探したんですけど、500円からだいたい3000円くらいかな。水面移動を楽したい方はボディーボードおすすめかなと思いますので、早速作っていきます。それでは今日使う道具の紹介したいと思います。ボディーボードプラグって言って、ボディーボードに穴を開けて差し込んでつけることによって、こういうフックを通せれるプラグをつけることができます。今回買ったのはこの3センチのベルトなんですけど、5メートルあります。それを単純に止めたり絞ったりいろいろできる道具がまた使っております。このところにドリンクのところ、ネックのところつけて、こっちフックになってるんでベルトにかけるだけです。蓋が付いてます。これダイソーです。これ100円です。それでは早速作っていきたいと思います。コンロで炙るとこうやって大きめに固まります。そうするとこれがまた抜けにくくなるので安心して使えます。